左方向です。到着時刻頃の目的地の天気は晴れ、降水確率左方向です。あったかい。新しいルートで案内します。まもなく左方向です。来てます、来てます。はい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 、左方向です。めっちゃうるさいね。すんごい。アイドリングはしょうがないのに今高いから。新しいルートで案内します。およそ2キロ先、宝円坂出入り口、直進方向、高速入り口です。はーい。はーい。すげえ、アイドリング、組長の。アイドリング高いよ、今。今、1300回転の。1300?1300。すごい音やな。前まですごい音やな。おお。上が高速の下だから響いてんだろうけど。すごいね。俺もう動画撮ってるの忘れとった。ということで今からダラダラと、晴れテラスに行きたいと思います。はーい。はーい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。およそ500メートル先、左折専用レーンがあります。藤井さん、バイクの運転の仕方覚えてるか？バイクの運転の仕方覚えてるか？覚えてるよ。よかった。何よりよ。暑いな今日。暑いですね。ちょっと着込みすぎた俺。およそ1キロ先、宝円坂出入り口、直進方向、高速入り口です。これな、一本左に後で入るから、はい、もう入っとこうか、多いから。はいはい、いいよいいよ。左車左から来るから気をつけて。はい、あれ女の子おったっけ。およそ 500m 先、公園坂出入り口。あ、これ違うやつ。高速入り口です。違う、違う軍団に紛れ込んだ。マジで。あ、今日バイク多いね。ジェイさん、ウインカーつきっぱなしです。多いね。ああ、大阪。ウインカー。あ、ハーレー率多いね、今日。まもなく、直進方向、高速入り口です。その先、およそ100メートルで、料金所です。組長の音、それすごいな。すごい。やっぱりあれマフラーの音って大きかったら走ってて気持ちいい。いや、やかばい。普通でしかないよ。マジで。ああ。トンネルなんてもう君はやられるんじゃねえかぐらい。だからヘルメットかぶってそう思うことは。うん。ヘルメット脱いでたらすごい耳痛い。これいけるかな。これ俺行ったらいけるかな、みんな。これみんな走れる？ああ。
何が？いけそう最後ケツ。いける。あ、藤井さんは？あ、来た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 。いけました。うん。藤井さんは大丈夫で、あの信号守ったことないから。ああ。守る。まもなく左方向です。一番左の車線をお進みください。その先およそ2キロで左方向です。この先スピードにご注意ください。コンビ強のさ、うん、バイクのさ、うん、加速すごいわ。すごいやろ。うん。あ、加速？え？加速がすごいって？ああ。ああ。藤井さんが参った。1800cc あるからな。この先交流が。藤井さんかっこいいよ。いいね。無理しねえよ。なんかレーサーみたい藤井さん。映ってるよ。あ、いいよいいよいいよ藤井さん。珍しいやん藤井さんが前でんの。あ、大型危ない危ない危ない。およそ1キロ先高津ジャンクション左方向松原西名阪道阪和道夕日が丘難波方面です。左側2車線をお進みください。今の藤井さんのちゃんとライディング取れてるからね。ありがとう。おいや、かっこよかったよ。半年ぶりとは思われへんだよ、ほんまに。そうやろ。うん。まもなく左方向。お、いいね。実長のバイクもいいね。おとと、あ、かっこいいね。いいね、これはもう秘密基地やな。秘密基地な、それ。今回も秘密基地や。こんなかっこいいやつをオーダースーツチャンネルで出されへんもん、俺。出せへんの。うん、出さへん。こびちゃら、このまま左まっすぐやで。松原方面ね。あー、いいよ。うん。トラックが迷うやろ。この先、スピードにご注意ください。でっかいトラックが前におんのやろ。はい、およそ1キロ先恵比寿 JCT 直進方向西名阪道阪和道松原天王寺方面です。次長のバイクかっこええな。やっぱこう見たらやっぱトライアンフ欲しいだろうな。トライアンフはな、うん、映画に出るぐらい。何出る？まもなく直進です。その先5キロ以上道。あ、映画に出るぐらいやもんな。うん、あの、まあ特徴的やからな、このストリートトリプルのあのライトは。うん、この先スピードにご注意ください。組長が来た。うん、組長入ったんで。藤井さん行くんやったら行き、右に。あ、藤井さん行かず。何？いや、もう遅い。いや、組長が右入っとったからな。行きたそうにしとったから。入ったらええやん。大型が離れてくれなかったから。あ、そうなんや。スピードにご注意ください。あ、通天閣だ。あ、通天閣、通天閣。昨日もやったやつは社会に貢献する日立やろ。うん、うん、あ、通天閣。あ、大プロだとな、それが分かんないんだよね。うん、大型だから天王寺なんだ。次長、それバイクちょっと前傾なん？それとも普通？ちょっと。この先スピードにご注意ください。多少前傾ですかね。ああ。やっぱり走りようやね。スピードにご注意ください。藤井さん、藤井さんで、今日藤井さんノリノリやね。なんでかわかる？なんで？藤井寺今すぐ帰れるからやろ。だって2名半入ったらすぐ降りる。昨日降りるから。そうそうそう。ただの普通の今までの帰り道やからね。そうです。そうやで。うん。なんか今日生き生きしてるもん。こんな天気やったらもうバイク乗りたかった。ほんまな。うん。仕事さえなかったらな。そうや。うん。
今日背広着るん？なんて？スーツ着るん今日。今日スーツ着ない。あ、着いんねや。うん。このまま。うん。このまま会社に行ってきます。あ、バイクで？うん。いいね、かっこいいね。はい。右側、谷川に向かってきます。うん。かっこいい谷川ね。乗り方ちょっとあれだけど。本当だ。ドゥカティの。あ、ほんまや。ドゥカティかっこいいな。かっこいいね。この先、スピードにご注意ください。ちょっとやっぱ前傾やな、あれレプリカから SS やろ。あれレプリカだからどうかないよ。あ、早っ早っ早いな早いな。今通報しといた一応早いな、うん、通報が早いな。はいはいはい、スピードにご注意ください。あいつ前にオービスあんのに思いっきり走っとんな。ええあでも映らんよね、バイクって基本的に、ナンバープレート後ろやから。まあね、うん、東京には何箇所か後ろから撮るやつもあるからね。あ、そうなんや。大阪にはないと思うで、あの、まあ、あくま貧乏やから。どこにあるっていうのは公表されてないけど、うん、いやーいいね。天気はええわ、人数はおるわ。もうバイク